タジオボールってサラダボールのボール混ぜ合わせる方のボールから撮ってるんですけど、作りたいものを作るインテリアデザイナーではなくインテリアアーティストとして活動しています。僕の中でその素材としてはすごいジャンクなものをアップサイクルさせる。で201の方に関して言えば、自分の中の公園のイメージ、その、まあ、遊具館だったりとか、202側はスタジオボールのギャラリーにしようっていうのが、まあ、適所適材に物が陳列されてるギャラリーにしたいなっていうので、遊び心を持たせたいというか、発見をこう与えてあげるというか、それの切り口を作っていくっていうのが、まあ、僕自身の仕事なのかなっていうのは思っていて、今後のスタジオボールの活動にもかなり影響してきそうで、トライアルする価値が十分にあった内容だったなっていうのは思っています。